関税政連館与政連5月26日明治44年7月17日は、して方、関税流能学士士。23世、関税宗家。22世宗家、関税清高の長男。陽名、の助、け。号は、和ず丹節断八1869年徳川家と共に、静岡へ移るも、休場を極め、1877年東京へ戻り、 しばらくは、吉間天神家の知り合いのもとに身を寄せる。この10歳前後の時期、生活の困窮から苦内省で給仕として働いている。1888年22歳で、宗家継承、若年につき関税公設が貢献に立つ。農学復興の機運にも恵まれ、順調な園農活動を展開する。1901年、関税農学堂を大局に建設。 1898年には代表作、須桜を書き上げる。美声の持ち主であり、同世代で名人と歌われた、梅若万三郎から公的主とみなされるなど再起ある役者だったが、一面芸妓にはあまり熱心でなかった。ややズボラなところもあったというが、若き日の今後右京を自宅に同居させその活動を支援するなど、偽教心ある兄気分的な人柄であった。 また1895年、北六平太と共に、初めて農学堂の照明に伝統を設置するなど、新しい試みを数々言っている。1905年5月には、京城で、初めての海外遠慮を実現した。1907年頃から体調を崩して、病の床につき、1911年、45歳で、逝去。妻は久子。実子はなく、 養子に、関税元重の長男を迎える。ありがとうございます。